今日も脳汁出してますか？皆さん、こんぱちは。パチガブ専属パチンコパチスローバーチャルライターの上條蓮です。パチンコパチスロー情報丸かじりガブッとパチニュースです。本日の動画では今週のパチンコパチスロー機種ランキングをご紹介します。まずはパチスローからご紹介。第3位はパチスロー公共紙幣エウレカ7-3ハイエボリューションゼロ。第2位は F 地獄少女、あとはあなたが決めることよ。そして第1位はスロットバジリスク甲賀忍法帳絆2。 4位以下はこのようになっております。皆さん、またまたこれスロットバジリスク甲賀忍法帳絆2がもう2冠ですよ。2週連続1位ということで、いやもう本当にこれは今年も殿堂入り。いやー、絆さんね、こう絆2さん狙ってるんじゃないですかね。まあ、しかもですね、なんと導入してまだ間もないのにすでに増大が決定されているそうですよ。いやーもうこれはもうね、でも最近全然いつも行っても打ててないから、早く増大してもらって私も打ちたいなと思ってます。続いてはパチンコです。第3位は P 天正姫相撲。第2位は P 地獄少女4。そして第1位は P 蒼天の剣総理。4位以下はこのようになっております。こちらね、第10位のパチンコ CR 新北斗無双以外、ついに新基準儀がこうランキングにね、ブワーッと名を連ねるようになりましたね。ついにパチンコも新時代到来ということでしょうか。いやでもその中でもね、パチンコ CR 新北斗無双はこう食い込んでくるわけですから、やっぱり強いですね。本日のガブッとパチニュースは以上です。ご感想やご意見はぜひコメント欄やツイッターでお聞かせくださいね。定期的にパチンコパチスロニュース情報を公開しておりますので、チャンネル登録もぜひお願いします。ということで今日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。上條蓮でした。バイパチ。今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちらからお願いします。ツイッターは概要欄にリンクが貼ってあるので、そちらからフォローお願いします。